一つだけ聞かせてください。あ、施設にいた時、私はずっとあなたのことを追いかけていました。いつもあなたを見ていました。そうだな。でもどうしてあなたは私のお兄ちゃんになってくれなかったの？あなたがお兄ちゃんになってくれていたら、私は綺麗なままでいられたわ。ゆうくん、私はあなたに知ってほしい、私の本当の姿を。私どこで何を間違えたんでしょう。ずっとそれを考えてるんですけど、未だにわからないんです。それとも間違ってるのはこの世界の方なんでしょうか。兄さんは優しかったんです。遊びに連れて行ってくれたり、勉強も見てくれたり、まるで本当の兄弟みたいに優しくしてくれました。でもそうやって私との時間を積み重ねていくうちに気づいたんでしょうね。私は兄さんの妹とは違うってことに。兄さんは私を震災で死んだ妹さんの代わりにしようとしていたんです。でも私は別の人間なんです。妹さんはもうどこにもいない。そばにいるのはただの他人。そのことに気づいた時、あの人は私を激しく憎んだ。あの人の心の中には妹さんを失った夜から激しい怒りが渦巻いていたんです。そして探していたんです、憎しみを向ける相手を。そこに私が現れた。最初は殴られたり物を投げつけられるくらいでした。だけど兄さんは手当てをしてくれたんですよ。ごめんなって何度も謝りながら。でも2年前のクリスマス、あの人は。私クリスマスに初体験したんですよ。気が利いてるでしょ。初めては本当に好きな人にあげたかったのに。抱かれる時は優しくお姫様みたいに扱ってもらいたかったのに。そんな夢粉々に砕かれました。おしゃれしてたんですよ。クリスマスですから、まだ希望を持ってたんです。可愛い格好して兄さんに褒めてもらいたいって。でもいつもみたいに殴られたら、転んでスカートがめくれて、スカートを戻そうとしたらその手をつかまれて。やめろ。せっかく可愛い服だったのに。やめろ。抵抗したらまた殴られて。やめろ。泣いてもやめてくれなくて。やめろ。私たった一晩でお嫁に行けない体になっちゃいました。やめろ。先輩が初めての人だったらよかったのに。先輩だったらさっきのキスみたいに優しくしてくれたかもしれないのに。残念です、とっても。私はもう何もないんです。大事にしたい過去も夢のある未来も。私は怒りと憎しみの吐け口の道具、死んだ人の身代わりにもなれなかったお人形。違う！お前は道具でも人形なんかでもない！未来がないなんて言うな！生きている限り幸せだってある！どんな辛い過去だって忘れ去ることはできるんだ！信じ続ければ明日を変えることだってできるんだ！だから未来がないなんて言うな！本当におめでたい人ですね。ここは昨日、ここはおととい、ここは先週治りかかっていたところを、その上から、あなたがお家でお勉強してる頃かな。そう、あなたと会ってからも毎晩続いてるんですよ、ずっと。いいえ、会ってからもっとひどくなったかな。これはあなたと再会した日の夜、これはあなたとナギさんが買い物をしていた日の夜、これは私があなたを屋上に呼び出した日の夜、これはなくした上履きを見つけてくれた日の夜、ここは靴を買いにデートした日の夜。ちょっとでも嫌がったらひどくされるんですよ。それが嫌で素直なふりをすれば余計にひどくされて。私が何か悪いことをしたんだろうか、こんなことをされなきゃいけないほどの何かを。考えても考えてもわからなくて、そのうち全部どうでもよくなりました。そして私はこのままそっと消えてなくなる日を待つだけになりました。でもその待ってる月日がとても辛いんです。痛くて熱くて苦しくて悲しくて辛くて泣きたくて耐えられなくて逃げられなくて逆らえなくて終わらなくて背けたくて叫びたくてもがきたくて吐きたくて止めたくて抵抗したくて歯向かいたくて抗いたくて逃げ出したくて隠れたくて避けたくてこもりたくて拒絶したくて噛みつきたくて跳ねのけたくて振り払いたくて追い詰められて捕らえられて引きずり出されて責め立てられて
強制されて許されなくて束縛されて締め付けられて押し付けられて引きちぎられて投げつけられて虐げられてうめきたくてわめきたくて狂いたくてこらえられなくて掴まれて殴られて裂かれて砕かれて切られて焼かれて刻まれて焦がされて汚されて破られて荒らされて壊されてなぶられてもてあそばれて潰されて踏みにじられて飽きられて放り出されて打ち捨てられて気を失って痛みも麻痺して心が壊れて涙も出なくてでもまた拾われてまた掴まれてまた殴られてまた怪我されてまた破られてまた砕かれてまた切られてまた刻まれてまた焼き焦がされて嫌なの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  これがあなたが知らなかった本当の私です。これがあなたが見捨てた女の子です。先輩、あの日のこと覚えてますか？あの日？私聞きましたよね。妹は欲しくないかって。遠い親戚が見つかったんです。私のことを引き取ってくれるかもしれないって。でもどうするかは私の意思を尊重するって。あの頃私が心を開ける人は先輩しかいませんでした。もし先輩が妹が欲しいって言ってくれたら私。でもあなたは私の手を振りほどいた。どうして妹が欲しいって言ってくれなかったの？どうして行くなって言ってくれなかったの？どうしてここにいろって言ってくれなかったの？どうして私のこと守ってくれなかったの？どうして？俺はお前を身代わりにしたくなかった。俺はあいつみたいにお前を死んだ茜の代わりにするなんて。嘘つき。知ってますか先輩、先輩は嘘をつくとき瞬きする癖があるんですよ。でもさっきは私のことを好きって言ってくれました。瞬きせずに。10年細いですよ。